は僕のお誕生日です。え、おめでとうございます。つかぴーさん、お誕生日おめでとうございます。すごい寝すぎやで。いやもうさ、睡眠不足だったからさ、もうさ必要だったんだよ。もう今日はゆっくり、うん、時間が進む日だからいいやって思って、もう夜更かししちゃった私。やっぽー、フラペチーノさんハートありがとう。今日よろしくね。そう、今日はあの前川公園なんです。生きてたよリコチ、生きてたよ、安心して。嘘、 STU の告知に山口のセットチャラ書いてなかった。いつ、今日、今日。 BKB さんハートありがとう。高雪さんハートありがとう。なんせ今からかき氷を食べようって思ってるんだ私。どうやってかって言ったら、今からかき氷食べる。成田のしん、お疲れありがとう。どうやって食べるかって言ったら、すっきり起きて、え、違うよ、全然すっきりじゃなかった。ハート、え、小人さんミラボ。人生方向音痴さんもミラボ。成田のしん、真珠貝。成田のしん、お疲れもありがとう。高雪さんハート、ありがとう。 BKB さんもハート。ハリーお手紙ありがとう。トモさんハート、ありがとう。神崎渡郎さんもじゃん、サクレ。神崎渡郎さん真珠貝ありがとう。見てサクレ、今からこれを食べていきたいと思います。いただきます。無音なんかい。今日3時寝だよ私。うん、サクレのレモン。もう気づいたら3時になっちゃっててさ、推しの子のさ考察とか、すっぺ。うん、サクレのマンゴーとか食べてない。サマンボさんありがとう。真珠貝、ボヤッキーさんも真珠貝ありがとう。負けたって。張り合っとる。すっぺ。サクレのコーラ美味しいよね、私も大好き。いや4時48分、あ、よかった。上には上がいるんだね。いやだからさ、夜更かしして生きた心地しないと思ったの。そう、お肌に悪いからさ、そこら辺が荒れ始めてきたの、ほっぺた。こっちはまだ大丈夫だけど、ここら辺荒れ始めてきたし、ここに痛いニキビができそうだから、やだーってなってるの。しかも推しの子の考察を見てたら、ほんともうお風呂から上がって1時間とか2時間とか経ってて、髪の毛乾かしてなかったから、ほぼ自然乾燥みたいな感じになっちゃったのね。だから濡らして、またシャワー浴びるのめんどくさいから洗面所で濡らして。ね、もう必死に頑張ってた。でなんか濡らして、その時洗い流すヘアトリートメントをさ、したの。やっぱさ、寝不足って肌にくる。もうここら辺が急に、あれ最近久々に、私今ニキビとかさ全然できてなかったのにさ、急にでき始めるから悲しくなってきた。公園の出発はまあ
2時15分かな。そう、シンクで洗った。サクレのさ、レモンさ、裏返したらさ、またなんかザクザクの氷と一緒にさ、レモンの果汁が行き届いてる感じが美味しいよね。ほうね、できやすいお年頃、ちょっと悲しいです。もうニキビ好きじゃないもん。鉛こちして、ん、今日って木曜日。ソラハさん、こういう味あるやん、頑張って。頑張ってください。もくもく木曜日ね。うん、酸っぱい。今日はでも公演終わった後配信したい。うん、酸っぱい。今日の公演、推しの次にリコチに注目して、目合わせてね、コンコン言うてる。え、あと聞いて、私寝てる間にエアコンつけちゃってさ、もうなんかえへーってなった。私結構寝汗かくのが趣味なんですよ。寝てるときほんとうなされるぐらい暑いのが好きなんですよ。だからちょっとやられたってなったよね。冷た、テテが一個結婚して、サクレ365日分くれるなら余裕そう余裕そう、やばい。もうエアコンなしで、ね、寝て暑くてもう死にそうってなりながら起きるのが趣味なんですよ。お、自動で切れるやつせずに寝ちゃった。コロナ頑張って、頑張って直して。熱中症にさ多分なるよね。あ、ドライ、あ、ドライがあるか。でもさ、なんかさ、つけて寝たらさ、え、つけたまんま寝たらなんか体だるくならん。私めっちゃだるくなった。長袖長ズボンで寝たらいいのかな。どうしたらいいの。サクレって110円とかでしょ、114円くらいかな。ほら見て、全部なんかブチってなってたから、もう久々にいじっちゃった。わかる？ポコちゃん。つらい。でもなんか枕にぐちゃってして寝ちゃうんだよ。それも原因かも。だって悲しいんだもん、これ。治るよ。治るよね。なんでできたの？洗顔料が悪いのかな。確かに最近洗顔を変えた。正座ができてる。そう、仰向けで寝てない。髪で隠すわ、こうやって。いや、もうこうやって横向きに寝てるの私。器用に、回復薬ありがとう、優しい。枕頑張ってるよ。枕返しは出てない。妖怪枕返し出てない。喉は大丈夫になってきた。え、チャリイベいけるんじゃない。ワンちゃんのお話とかできるんじゃないかな。どうなんだろう、接触できるのかな。接触
当たった？強制蒸発する？あ、そうな、風に当たってると良くないのか。じゃあいいのか。ね、長袖長ズボンでクーラーつけて寝るのが一番いいんだよね。私ね、昨日さ、普段25度だからさ、25度で寝ちゃったの。辛い。チョコラ BB 飲む。やばい、野菜とフル、ちょっとさっき私冷蔵庫に何にも食料なかったから、とりあえず起きてスーパー行ってきて、うどん食べました。冷やいうどん。なんかめんつゆかける天ぷらうどんみたいな。ナスの天ぷらが一番美味しかった。ともさんありがとう。貝殻、29度すごい。うどん食べたいよね。あとたこ焼き買ってきたもん。だからたこ焼きは何、夜ご飯。そう、でも1つ食べ、2個ぐらい食べたんだ。だからもう残り 1,2,3,4 4個しか残ってない。回復薬じゃない多分。レモンスライスどこまでするの？寝てどこまで食べるの？あれ寝てる時ベッドから、落っこちたことないよ、まだないね。でもサクレのレモンは最後まで取っておくね。でも食べない、食べる？みんなすごい、本当全部食べる？苦いよね。マッパにナイトキャップって手袋で寝てるよ。けど皆からもらったジェラートピケが一番似やすい面白い。アイルトン佐藤さんハートありがとう。ゼラよりジェラピケの方が気持ちよく寝れるよ。めっちゃ面白い。ジェラピケの歌い文句に使った方がいい。ゼラよりジェラピケ。しかも私はみんなからもらったジェラピケで出てる。うん、レモンが一番おいしいの？だって酸っぱいじゃん。くよ、笑い方やばいね。引き笑いがやばい。うん、他の人のお金の焼肉、確かに人のお金で食べる焼肉が一番美味しい。人からもらったジェラピケ着て寝るのが一番気持ちいい。わかる。しゃぶるかな。私もレモンはしゃぶってごめんなさい。そう、キャッチコピー、全裸より気持ちいいジェラピケ面白い。でもさ、最近はジェラピケ届かなくなっちゃったからやばい、なんか おねだりしてるみたい。だから今度自分で買いに行こうと思う。おねだりじゃないよ。おねだりじゃない。でもそしたら本当にみんなジェラピケ送ってくれるから優しすぎる。今コラボやってるの？昨日もサクレ食べたし、今日もサクレ食べた。私なんだかんだアイスよりやっぱ氷が好きなんだよね。
だよね、店員さんドキドキしちゃうよね。フラペチーノさん新著がありがとう。24時間マラソン私が走るのびっくりしてるね。ジェラピケはサイズ M でいいんじゃないかな。いやジェラピケが気持ちいいよ。うん、しゃくれな。アイスミルクと氷菓が好き私。でもラクトアイスがなんだかんだ一番美味しいんだよね。プレゼントの上限金額さ最悪3万円ぐらいにしたらさ、この世のものは何でも大体送れるくない？けどそれはダメだよ。そんな高価なものがいっぱい届いた。うん、1万ドルにしちゃったらやばい。酸っぱい。ベロの上が。でもこの酸っぱさが癖になる。うん、皮は食べない、しゃぶるだけ。寒くなってきちゃった。すっぺーってなるよね。サクレを送ってくる。着払い、うん、ジェラピケのホームページ見てる人いる。私も見てみよう。やばい、あと15分で家で、20分で家出ないと。何一つ準備できてない。まあギリギリでいいなら全然25分とかに家出たらいい。走る。見てみよう。ツインキャット？プルオーバー、猫がプリントされてるの？え、いろいろ、え、かわいい！ゆっくりこちしすぎてるよ。うん。でもジェラピケって普通にさ、なんか高いよね。かわいい。私ピクミン欲しかったから、本当に。しかもそれはもうすごい高価なものだからさ、自分で見に行こうと思ったけど売り切れてるじゃん。じゃんねん。まあ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 、残念。嘘、プレゼントは安いって。ジェラートピケサブ、かわいい。怪獣さんがついてるのかわいい。ダイナソージャガー。
おねだりは良くない。麹ニキいるよね。え、ね、寒すぎて口唇青くなっちゃったんだけど。いやー、1万円以上だよ。そんなすごいよみんな。今からパックしようかな。やばい、のんきすぎる私。やばい、のんきすぎる。やばい、今から青くなっちゃった。今からパックしようかな。やばい、のんきすぎる。それはダメだ。頭キーにならない。え、寒い、動きたくない。私今日はもうずっと怠惰な人生を送りたい。プールの授業で、終わった後、現場でメイクする。あとやることはカバン作るのと、あれスヌーピーのやつ持ってるの。それはもらったよみんなありがとう。本当にジェラピケ大好き。優しいね。怠惰です。公園だから動かなきゃ。いやもうなんか昨日の夜3時まで推しの子のさ、なんか父親は誰だみたいなさ、そういうのとかさ、あいつはどんなやつなんだみたいな、なんかさそういうのとかさ、なんか15に隠された意味とかさ、そういうのをさ、なんかほんともうずっともう見漁ってたの。もうそれ後悔してる私。ねえ、これって人間、傲慢、嫉妬、憤怒、怠惰、強欲、暴食、色欲、色欲、7つの大罪なの。それ人間が持ってしまった良くない罪な感情ってこと。準備はよ。そうだよね、今日は早く寝る。今日は絶対1時までには寝る。1時までには寝る。仏教用語なんだ。へえ、面白い。どれもよくない。キリスト教なんだ。へえ、睡眠に一途になろう。あー寒い。よし、カバン作る。闇日記書く。闇日記書いてる暇ないよ。はい自分の中に赤ちゃんとお姉ちゃんがいるんだよ。私今お姉ちゃんにそんなことやってる暇ないよ言われましためっちゃ面白いじゃん自分。怖っ。ごちそうさまでした。もう忙しいね私。あ、重い体が。筋肉痛なのおりこちゃん。熊本さ、熊本どこさ、天がさ、因果かさかどこさかべつか。どうにも幅がある。見へんな、もう家から出たくないよ。公園はすごい楽しみだけど、なんかもうダラ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 としていたいよねっていう気持ちと、ダラダラは良くないよ、りこちゃん働くときは働きなさいっていう気持ち。みんなもそんな気持ち？もうって
ょこれ歌って。だよね、待って、もう無理、私もうちょっと一旦座る。もう一旦座る。うー、頑張って生きてるよ。ピーマン食べたらスーパーマン、ピーマン大好き、ピーマン食べたらピーターパン、ピーマンめっちゃ好き。あなたのアイドルサインはピーチュ。かわいい。もうさ、私さ、もう推しの子にさ心奪われてるから、つづな女になるわ。次戦方向音痴さん、ミラボありがとう。ミラボ、うん、闇日記書きたい。神崎渡郎さんありがとう。真珠一個たい焼きありがとう。神崎渡郎さんハート一個、真珠ありがとう。コペトさんミラボありがとう。リコちゃん、クドウさん、それ赤ちゃん、よいしょ。ふひゃー、フォーユーさんハートありがとう。ダルマもありがとう。神崎バトルさんハートありがとう。小人さんミラボありがとう。トモさんファイトって優しい、ありがとう。あー、ジュノラゴさん結婚してできません。神崎バタロさんハートありがとう。フジヤンさんたい焼きありがとう。カニフミオさんハートありがとう。うん、エアロビない。まず昨日の闇日記といえば、今日マルル多分おらん。話しかかった。
この尾めっちゃ綺麗。昨日の闇日記書いてる。雨多分降ってない。カラさん真珠がありがとう、うん、確かに有酸素はバイクとルームランナーだねしかないね。昨日はね残念だったけど、え、このダメだよ見せられない。ベストスムージーシスト2020、そろそろ出発、20分まで延長しようよ。じゃあちゃんと荷物詰めるけさ、そしたらまた闇日記もう一回書かせて闇日記タワレコに置こうや。その僕が必要なのは落ち着いていこう。今日はなんか落ち着いていったらいい気がするから落ち着いていこう。もうさしゃがむたんびにあーって言っちゃう。今すごい筋肉痛なんですね。スクワットのおかげだ。あと昨日は夜お風呂上がってからお洗濯もしたんですよ。だからめっちゃすがすがしい。でも結局外に干してよかったと思った。内側に干したんですけど、でも今晴れてるから本当私雨降るって思ってたから今日。でも晴れてるからよかったって気持ち。ごめんよ。ビーコマ、ほほう。夜が明けたね、嬉しいね。よし。今日はじゃあメイクする前にお顔の確保をしよう。ビーコ町の愛だから ST4 テントの加藤リコじゃなくビーコ町のリコ。脱ぎっぱなしの服丸見えバレてる。え、ここ洗濯物まみれなの。いちごプロに移籍したの手伝いしてくれるの優しい。そう日記をね読み返すのよ。わあ優しい、ありがとうね。みんな小人さん真珠貝ありがとう人生方向音痴さんミラボありがとう
ね、落ち着けくど5人格ぐらい出てるよ今お配信。神崎バトロンさんハートありがとう。え、準備できた、カバン作れた。超今日の闇日記、今書いたのは昨日の闇日記だったから今日の闇日記書くね。8月17日の闇日記。昨夜見あさるってさ、え、可愛いよね。あさるがさ、私さ、もう漁夫の漁になっちゃった。サクレ食べまくった。おはこりクラブ、それな。あれ合ってた、さんずいにお魚。え、そうだった、やってた、やった、合ってた。片付けなさい。はいやばい、もう2時14分だ。はい、かけました。やっ、誰も見ちゃダメ。闇日記を書くとやっぱ心が落ち着くよ。カラさん、真珠貝ありがとう。ちょっとね、遅刻しないようにね。よし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 本当に闇だ。うん、じゃあそれ、そう、公演のためにちょっと書くスペースちょっと残しておいた。じゃあ行ってくるね。可愛い女の子 JC か。え、一応私 JK まで、 JK 行ける。 DD、 え、でも結構可愛い女の子は幅広く好き。うん、すげえ、やめ、落ち着くじゃあ行ってくるわ。みんな見守ってくれてありがとう。帰ったらまた配信するね。するねするねするね、いけるいける。じゃあ愛は行ってきます。行ってくるね、うん、じゃあ39位から。ふうさん、いしちゃん、さとぴさん、やすいばさん、からさん、ふじやんさん、よっちさん、ずーですさん、ぐわぽさん、へたくそな猫。